大麻ヨ子は、日本の政治家、社会福祉士。選挙では、大麻ヨ子の表記も用いる。所沢市長、埼玉県議会議員、所沢市議会議員を務めた。福岡県大牟田市生まれ、慶応義塾大学法学部卒業。1979年4月、日本社会党、公認で、所沢市議会議員選挙に出馬し、初当選。 以後、所沢市議を3期務めた。1991年10月、所沢市長選挙時点落選。1996年、日本社会党から、党名を変更した社会民主党を離党し、民主党決闘に参加。同年の第41回衆議院議員総選挙には、民主党公認で埼玉県大白区から出馬するも、落選。 1999年4月、埼玉県議会議員選挙に民主党公認で出馬し、当選。3回連続当選するも、3期目の任期途中の2007年に辞職。2007年10月21日執行の所沢市長選挙に16年ぶりに民主党の推薦を受け無所属で出馬。5人の候補者が立ち並ぶ中、当選を果たす。 投票率は30.70%。2011年10月23日執行の所沢市長選挙に再選を目指して出馬。自由民主党推薦の前、埼玉県議、藤本正人に僅差で敗れ、落選。投票数は、藤本38,655票、東間37,029票、並木正義18,967票。 投票率は34.68%。2016年、日本社会事業大学大学院博士前期、家庭修了。社会福祉士の資格を取得。2019年、朝日小受賞受賞。ありがとうございます。